SDGs。 それは未来を笑顔にするための世界共通の目標です。お子様の足見てもらったら、多分日本人だったらこの3つどれかに当てはまるんじゃないかな。靴の中から中敷き出して、その上に子供のかかとをしっかり合わせてください。かかとが合わないとこれはダメです。子どもの足育をテーマに開かれた子育て講座。柔道整復師が靴探しのポイントなどを教えます。企画したのは石川敏郎さんです。パパ同士で物事を考えて、育児という世界観で一緒に一歩を踏み出せたっていうところがすごく嬉しいです。石川さんは2人の娘を持つお父さんです。長女が生まれるとき、石川さんは仕事を優先して育児休業を取りませんでした。しかし初めての育児は妻にとって大きな負担でした。こっちも腹立つけから言うところもあるし、言わないところもあるみたいな感じで、ちょっとすれ違うみたいなことがあったと思います。まあ仕事さえ頑張ってればいいって思ってたところもあるので、この経験から次女が生まれた時には長期の育児休業を取ることを決意しました。しかし転勤直後で知り合いもいなかったことから、いつしか孤独感にとらわれていました。泣きましたね、はい。ずっと泣き続ける子供がいて、でどうしていいかわからない自分がいて、で妻もやっぱり一生懸命子供と向き合っているので、やっぱり頼る環境もないし。そんな石川さんを救ってくれたのが子育て支援センターでした。スタッフやママ友とのつながりから、子育て中の交流の大切さを感じ、自分と同じ思いをしている人を支えたいと開いたのが子育て講座でした。育休って楽しいよとか、大変だけど家族との絆深められるよっていうような前向きな情報を発信していくっていうのが今の私のミッションかなと思っているので、夫婦で子育てできる喜びを多くの人に伝えたいと石川さんは思っています。未来を笑顔にするために、フォーザフューチャースマイル。